トマス・ジー・ターナーとして知られたトマス・グッドウィン・ターナーはアメリカ合衆国の政治家、実業家で1859年から1860年にかけてロードアイランド州知事を務めた。ターナーはロードアイランド州ブリストル・軍ンウォーレンに生まれた。14歳でロードアイランド州ニューポートの売り物店で店員として働き始めた。学校教育は受けず自学自習し、 ウォーレンに戻って、織物店の共同創業者の一人となり、下手屋の仕事を始めた。ターナーは、メアリ・ピアス・ルーサーと結婚した。夫妻の間には7人の子供が生まれたが、そのうち4人は溶接した。1857年から1858年に、かけて、ターナーは、ウォーレンのバプテスト教会で活発に活動した。また、ブラウン大学の理事を務め、 ロードアイランド歴史協会の会員でもあった。肖像版画ターナーは、ドアの反乱の際に、州民兵として鎮圧に当たり、アコーツヒルにおける軍事行動の際には、州知事、サミュエル・ウォード・キングを支持する軍勢を率いた。反乱の後、ターナーはオーレンから衆議会議員に選出された。1857年から1859年にかけて、 ロードアイランド州副知事を務めた。ターナーは共和党の同僚であったエリシャダイヤーの後を受けてロードアイランド州知事に就任し1859年5月31日から1860年5月29日までその任にあった。ただし任期の終了については1860年5月1日とする資料もある。ターナーはエイブラハムリンカーンの支持者であり、 1860年には共和党からの再任指名の獲得に失敗した。知事職を離れた後は、リンカーン大統領の指名で、ロードアイランド州第1区の国内再入主席調税官に任じられた。晩年のターナーは、ロードアイランド州プロビデンスで、イクイタブル保険会社の社長を務めていた。ターナーは、ウォーレンのサウスベリアルグラウンドに埋葬された。ありがとうございます。